佐藤あやみです。今回はですね、じゃーん、チフレでスキンケア用品を購入してきました。チフレでね、スキンケア用品を購入したんですけども、もうね、超今話題になっているこれ、チフレのウォッシャブルコールドクリーム N、 化粧落とし&マッサージができます。クレンジングクリームとしても使えるし、あとマッサージクリームとしても使えます。これがチフレ美白美容液 PC でございます。で、これ肌荒れとあと美白に効果があるみたいで、私最近なんかちょっとここに、今もここにね、ニキビが1個ポツっておるっちゃけど、なんかニキビができたり、あと赤くね、ちょんちょんちょんってなったりするけんね、なんやろうとか思って、だけんちょっとそういうね、スキンケア、肌荒れとかね、できるスキンケアを探してて、でチフレでコールドクリームは本当に欲しくて、でもね、この間売り切れだったんですよ。ドラッグストア購入品で紹介したかったんですけど売り切れで、で今回やっと見つけて買って、その時にね、ちょうど肌荒れしてきたし、なんかいいのないかなと思ったらこれを見つけました。でしかも美白成分も含まれているみたいで、一石二鳥ってやつですね。はい、でこれを購入しました。実際に使って細かくレビューしていきたいと思いますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速スタート。こちらのチフレウォッシャブルコールドクリーム N を使って化粧落としていきます。こういう感じの普通のクリームです。これを顔に伸ばして化粧を落としていきたいと思います。大容量なのですごく、なんていうと、たっぷり使えますね。でこれは濡れてない状態で使うといいみたいです。ここでもマッサージをしながら落としていきます。今ね、一回クレンジングっていうかクリーム使っただけで、結構マスカラとかもしっかり落ちたので、もう二度洗い不要かなと思います。でこれマッサージクリームとしても使えるそうなので、この後マッサージクリームでマッサージをしていきたいと思います。このクリームの使う使用の目安は、だいたいさくらんぼ一つぐらいの量でいいみたいなんですけど、でも容量が多いから、まあ、気にせず使えるかなと思います。これを満遍なく伸ばしてマッサージしていきます。メイク落としとマッサージをした後に思ったのは、なんか結構しっとりしてます。洗い終わりも突っ張りがないです。滑りも良くてマッサージもしやすかったです。じゃあ次はスキンケアをしていきたいと思います。チフレ美白美容液 PC でございます。化粧水を塗った後にこちらを使っていきたいと思います。これが
透明のとろーっとした感じの、結構サラッとしてますね。はい、塗り終わりました。これが結構しっとりとしてますね。意外と水っぽくてサラサラしてたんですけど、しっとりしてます。もちもちした肌にしてくれる気がします。うん、塗った感じはすごくいいです。保湿もしてくれる感じなので、化粧水塗った後に乳液とかもいらないかなと思いました。もう2つともね、すごく使えるなと思うので、この夏愛用したいなと思います。はい、今回はチフレで購入した2点のスキンケア用品をご紹介しました。いかがだったでしょうか。ドラッグストアとかそういうところに行った時はぜひチェックしてほしいなと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よかったよとかチェックしてみようかなって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。